皆さんこんにちは、インスパイアの久田です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2017年10月31日ということで、月末最終日になりましたので、恒例のですね、今月に投稿しましたブログの Facebook いいね数ランキングで発表していきたいと思います。ではまずその前にこちらからご覧ください。はい、10月はですね、おかげさまで、通販、行っています、コンテンツの教材が充実してきました。ということで、セミナー映像などですね、たくさん教材を販売していますので、よかったら、ご覧ください。2008年9月1日より1日も欠かさずブログを書き続け、丸9年2ヶ月となりました。全部で3347記事ありますが、その中の今月分をですね、振り返っていきたいと思います。ではまずですね、第1位から見ていきます。第1位、70いいね。小冊子、5つのブランド構築術、ワンステージ上げて定着させる裏技ということで、小冊子が出来上がりました。この小冊子をですね、今無料、プレゼントキャンペーンというのをやってますので、無料でゲットしたいという方は、このリンク先の方から見てください。買ってくださるという方は、全国送料無料で500円で販売してますので、よかったら、そちらからでも、買えるようにしてますので、リンク先をご覧ください。はい、続きまして、第2位ですね。こちら、28位ね、Google が恐れる、ハッシュタグに関する歴史とニュースまとめ。ハッシュタグという文化が生まれたことによって、Google がなぜピンチになっているのか。ハッシュタグっていうのは、ソーシャルメディア上で、シャープ何々というですね、Twitter が生まれたサービスなんだけど、なぜね、これを Google は恐れるか。で、Google は早くこれをですね、自分の検索のサービスとして取り入れた方がいいよっていう、予測、予言、提言なんかも含めてですね、紹介いたしましたので、ぜひご覧ください。はい、続いて25いいね、月間検索数1万回以上&スマホ率 80% 以上、クリック単価100円というふうに書いてますが、キーワードっていうものをずっと分析している中ですね、検索数が1万回以上っていうのが、一つ僕の中で、その検索ボリュームが多い、それはニーズがあるというですね、一つの基準にしています。そして最近、ここ数年ですね、3年ぐらいですね、スマートフォン率が8割を超えるキーワードっていうのを集めてきました。そして、さらにクリック単価が100円以上、この3つを掛け合わせているキーワードって実はですね、あんまりないんですね。で、今回これを100集めまして、特典として教材で販売しているんですけど、興味ある方はリンク先の方をご覧いただければなと思います。はい、続きましてこちら、OK Googleアシスタント。OK。Google アシスタントを Hey Siri の iPhone に入れて比較。これ日本語ちょっと変ですけど、つまり、いわゆる音声アシスタントのですね、Apple 版と Google 版っていうのがあるんですけど、この Google 版の方をですね、iPhone に入れることができるようになったんですね。アプリが出たんですね。なので、Android の携帯を買わなくても、iPhone の方でですね、実際に、今喋りましたので、スマートスピーカーが喋ってますけど、この二つについて調べることができるようになりましたので、それをですね、実験してみたものがあります。はい、続きまして、こちら、22いいね、LINE アットメッセージ、プラス友達追加時挨拶、動画音声も可能ということで、ずいぶん前から僕がですね、予言していましたが、LINE アットでいつかね、動画とか音声送れるようになるよということで、一応これが実装しました。10月からですね。で、これは、追加した方がいいのか、利用した方がいいのか、実はちょっとね、僕の中では考えがあると。さらには、友達追加時にも挨拶として、動画や音声を足せますので、その辺もですね、紹介していますから、よかったらご覧になってみてください。はい、続きましては、こちらですね。Google、オワコンや検索エンジンより SNS の論調に騙されない。Google がオワコンであるとか、検索エンジンより SNS だ、みたいなですね、論調が、
まあ、世の中にね、流れているんですけど、まあ、そんなことはないんだということについて、これ動画で喋っています。ちょっとですね、横須賀の海をバックに喋ったので、すごい、音がうるさくて、雑音がうるさくて聞こえないよみたいな声があるので、ちょっとね、また撮り直そうかなと思ってるんですけど、なかなかすいません。撮り直せないでいますが、なかなかですね、一回すごいこう思いを込めて動画で撮ってるんですね。なので、その動画を撮るにあたって、ずっと一日ぐらいかけて考えたことっていうのは一気にボンって吐き出してるんですよ。で、この、15分の中に込めているメッセージっていうのをもう一回同じモチベーションになって喋れって言われるとなかなか実は難しかったりするんですね。なので、どうもそのモチベーションなかなかならなくて、取り直さないんですけど、もう一回ね、頑張ってね、やりますので、ちょっとお待ちください。はい。続きまして、こちらです。LINE アット有料プランで可能になったリッチメニュー有効な裏技。これ、ぜひね、皆さんも設定した方がいいです。リッチメニューっていうですね、ものが使えるようになったんですけど、これが結構ですね、面白いことができますので、ぜひですね、こちらも出してみるといいかなと思います。はい。続きまして、こちら、19いいね。山梨県にあります、スーパーひまわり市場の店長の場内アナウンスが面白いと。これテレビでやっていたものを受けて、書いたものなんですけど、まあ、その場内アナウンスをなぜやるべきかっていうことに関して、なかなかね、実際の映像を見てもらったらわかるんだけど、確かに面白いです。で、どうせやるんだったら、ここまでやったらもっといいのになっていうですね、僕のコンサルティングも含めて、動画の方で喋ってますので、よかったらご覧ください。はい、続きまして、こちら、18位ね、売上をアップさせるホームページ改善で最低限チェックリスト10ということで、まあ、これホームページのアドバイスをですね、この間、新潟商工会議所の方で、1日かけてですね、8人の方にアドバイスさせていただいたんですけど、まあ、大体、言わなきゃいけない項目って、だいたいこのね、もう10個ぐらいになっていて、まあ、もちろんそれぞれの会社のね、ビジネスモデルによって、アドバイスする内容って変わってくるんですけど、まあ、1時間の中でアドバイスをしようと思ったら、まずここを押さえてからね、ここはまず最低限クリアしてから次のことを考えたんで、全然間に合うよっていうこと、ここをクリアできてない方が、まあ、ほとんどだったので、この辺だけでもね、皆さんも、ぜひ実践しましょうということです。結構大事なブログだと思っています。ご覧ください。はい、続きましては、Instagram Stories でアンケート機能、投票活用する方法。これ実際にですね、このアンケートっていうものをね、まあ、はい、いいえみたいなね、アンケートを取ることができるんですが、まあ、なんかそういうアンケートじゃなくて、これをですね、うまく活用すると、結構ですね、集客、そしてですね、まあ、フォロワーを増やしたりとか、そして、自分のね、アカウントに誘導したりするってことが結構有効なんですよね。で、その辺のうまいテクニックみたいなことについても話をしていますので、ぜひね、ご覧ください。はい。続きましては、2017年10月から変わることということで、まあ明日11月になりますので、また11月から変わることっていうことも動画で喋りますが、結構ですね、法改正、値上げなどですね、いろんなニュースがありました。その辺ね、10月結構動きありましたので、ぜひチェックしておいてください。はい。そして、こちらですね、長岡造形大学の方で、まあ、授業が始まりまして、まあ、多分今回からほぼ全部入ってくるのかな。それぞれのレポートっていうのが毎週月曜日しばらく続きます。12月、そして1月末ぐらいまでですね、毎週月曜日がこれになりますので、ちょっと土日月ですね、まあ、まとめとかですね、レポートが続きますけど、実はこのまとめって思わないでいただいて、特に1月、この月曜日のですね、大学の分は、90分の授業を15分で解説していますので、これは結構ですね、通して見ていただくと、結構インターネットの歴史から、検索エンジン、スマホ、ソーシャルメディア、そして、動画、メディア、そして、まあ、セキュリティ、プライバシーなどかですね、一通り勉強できるようになっていますので、ぜひね、月曜日、大学のとは思わないでね、見ていただければと思います。はい。まずは、こちらですね。ソーシャルメディアの台頭、そして、インターネットの
タイトですね。で、ツールバー、続々終了からバックルインターネットの歴史。ツールバーっていうものをね、そういえば懐かしいなっていうことで、実は Yahoo ツールバーが終了するっていうことで、ちょっとツールバーの歴史っていうのをね、紐解いてみたら、まあインターネットの歴史と結構ですね、通ずるものがあって面白くてですね、まあ一つまたね、サービスが終わろうとしてるなっていうことがわかりますので、なかなかこういうまとめないんでね、ぜひご覧ください。はい、続きましてこちらですね。コンサルタントがお客様の行為や実績で集客してはいけないわけ。まあ、これ結構多いですよね。コンサルタントの方で、自分が手掛けたことによって売り上げが上がったとかですね、何倍になったとか何パーセントアップしたとか、いうことを言う方結構多いんですけど、僕ちょっとそれ疑問を持っていて、あまり発表してないんですね、僕は自分で。で、なんで、しないのか。それは実績がないからではなくて、実績があるんだったら、言ってはいけないんだということね。ないっていうのはいいんですよ。ないっていうのはいいんですけど、あるってことを言うのはどうなんだっていうですね、理由、ブログの方で語ってますので、ぜひご覧ください。はい、続きましてはこちら、第1回ですね、造形大学のインターネット、歴史と概論、そして、情報リテラシーを学ぶ理由ということで、大学のレポートが入ってきています。はい、続きまして、求人の採用基準、親の教育方針と SNS フォロワー数影響力。これたまたまですね、飲み会の席で、よく親から言われてたことって何ですかみたいなことを聞いてみたんですね。そうすると、まあ、その親がどういう教育方針で子供を育てていたかっていうことは、結構ですね、面白いですね。その、家訓として、なんかこうすべきだみたいな書いてる家ってないじゃないですか。なので、その、何十年間、まあ、20年間ぐらいですかね。20年間ぐらいかけて親に言い続けられたこと、もしくは怒られ続けてきたことの中から何を引っ張ってくるかって結構面白いですよね。で、その引っ張ってきたことに対して、実際その人がそれに従ったのか、どう思っているのか、みたいなことを聞いてみるとですね、その、実はその採用するときに、どういう人間なんだっていうことを、見抜ける要素として面白いかなって気がします。で、最近ではその SNS のフォロワー数、影響力っていうものが基準になっているということで、ちょっとこれもですね、合わせて紹介しましたので、ご覧ください。はい、そして、まあ、恒例の記事ですね、Facebook ページのいいね数ランキングや、Facebook ページのクリック数ランキングなんかも発表しましたし、造形大学の第4回ですね、スマートフォンの普及と課題なんかも伝えました。で、これあまりね、人気なかったんですけど、IoT で普及する上で不可欠な電源と電波、そしてセンサーの進化ということで、まあ、この3つじゃないかなと思ってるんですね。まあ、本当は人工知能っていうものがここに入ってくるんですけど、まあ、人工知能という、まあ、大げさなことを考える前に、まずはこの3つですよね。で、これに関して、実際のいろんなニュースなどを通してですね、解説していますので、ぜひね、これもご覧いただきたいと思います。はい、そして、AI、人工知能が画像認識し、タグの自動生成アプリ、タガーっていうことで、これなかなか面白いです。ここまで来たんかっていうことで、ちょっと僕もびっくりしてるんですが、ぜひね、試してみていただければと思います。そして、講演予定が入りまして、Google の AI スマートスピーカー、Google Home Mini レビューということで、これで Google スピーカー、スマートスピーカー、Google、LINE と2つ持ちました。2つ持ったことによって、2つを比較してみると、やっぱ違いがよく分かってですね、ちょっと面白いですね。ちょっと LINE スピーカーは、もうちょっとバージョンアップ早くしていかないと、これかなりやばいですね。Google が賢いですね。Amazon が11月の頭に、スマートスピーカー出すってことも発表しましたので、いよいよですね、激戦になってくるなっていう感じですね。はい、そして、ハウツーレビュー動画、インスタグラムストーリーズで、ズーム撮影する方法、検索エンジンの編成と進化、大学ですね、Facebook いいね数ランキングと続きます。で、これ意外にいいね少なかったんですけど、
共感と想像を生む互感の共有で信頼関係を築き、チームを強固に。これ日本語変かもしれませんが、これかなり大事な記事なんで、ぜひね、見逃した方読んどいてくださいね。そしてキーワードの紹介でした。はい、ということで、10月も頑張りましたが、11月もね、頑張っていきたいと思います。インスパイアの人でした。ありがとうございました。バイバイ。